今回は私が一番大好きなガンダム、このセツナ SA& ダブルオーライザーを使っていこうと思います。で、性能に関してはダメオブロックワープなんで、近畿の24とかアリアに行ける性能してる、あとカウンターキラースワビについてるんで、攻撃力とか、あと友情コンボが2倍になることもできます。そして使ってみた動画でも言ってたけど、 SS が自強化中は減速率めちゃめちゃ低い状態になるんで、まあ夜市さんとか、あとファウストとかコナン君とか、そんな感じの減速率がかなり低い状態になってますということですね。で、今回はアリアでギミック合ってるから使っていこうと思います。近畿の24もいけそうな性能結構してると思うんですよね。で、今回は、刹那の厳選状況、右側に書いてあると思うんですけど、証全員分つけて、ワクワクのみ8個持ちですね。今回ちょっとそれ使ってきました。で、砂時計もさっさと取って、あれだね、SS 早くしたいですね、トランザム。刹那トランザムだけは使うなよっていうやつですね。はい。とりあえずこれ取っといて、あとは多分これでなんとかなるかな。で、なんでこんなにね、普段私の使ってみた動画見てる人ならわかるけど、3体、過激吸収までは作っても、それ以降は、つけないみたいなパターン結構あるじゃないですか。今回なんで刹那にこんなに証たくさんつけたかっていうと、まさしく愛っすね。いや、正直愛以外の理由ないからね。はい。いや、性能だけで見るんだったら、直殴りワンパンとか、ワンパン動画で活躍できそうな、ゼータガンダムにつけた方がいいんですけど、もう今回私、ダブルオーっていう作品が一番好きだから、もう、いや、つけちゃいましたね。これたくさん。はいはいはい。殴っていって。トライデントチップ層も、あれ?これあれだっけ?チェーンソーマンに続いて2体目だっけ?なんで、トライデントチップ層なのかは正直ちょっとわかんないけど、理由なんだ?刹那割と剣投げてるからかな。なかったっけ他に。いや、正直トランザムライザー意識でハイプラズマついてくんねえかと思ったけど、星4個だったら、さすがにそれはちょっと、求めすぎか。まあ、でもそのうち来そうな気がするけどね、ハイプラズマ星4は。いや、私、ガンダムの知識に関しては、なんかちょこちょこ言ってくるスパロボで、かなり補ってるんですよね。だから一応アニメに関しては、シード以降の作品は、大半アニメもほぼほぼ全部見てるんですけど、それより古い作品は、大半が、スパロボ知識になってる。なので、まあ、今回来てる、コラボで来てる、東方腐敗だっけ、おじいちゃんも、なんか、スパロボだと、なんか地球の人じゃないみたいなこと確か言ってたし、はい。まあ、そういう設定とかもあったりするんですね。まあ、そういうちょっと作品のアニメ見れてない分の知識はスパロボで補ってるみたいな感じ。で、SS 使えるんじゃないかな、これ。お、使える使える。なので、剣拾って、カウンターキラーももらってるから、どうだろう、これ。いけるか。まあ、でも、ワープもらってるから、2、4、6だから 1.3 倍。で、俺が俺たちがガンダムだ。いやー、いいっすね、このセリフ。あ、いける !12 ターンだから軽く使えるなって思ったけど、これはアリアが弱、あれこれアリアが弱いのか、刹那が強いのか、どっちだ?で、トランザム使ってるから、ちゃんと体も赤くなって。で、トランザムライザーっすね。まあ、直殴り乗らないから弱いっすね。いや、これはもう、刹那だからって、ちょっと忖度はできないっすわ。いやー、ダブルオーライザーは、ちょっと、まあ、ね、そんな感じになってますね。はい。で、挟まる、しかまるコラボして、回復して、抜けていきますと。そんな感じになってるね。で、スパロボでね、ダブルオー好きな理由がね、刹那っていうか、ダブルオーの演出がさ、めちゃめちゃなんかすごいのよ。そのガンダムの。なんで、その影響が強いですね。まあ、ダブルオーの演出というよりは、アリオスの戦闘演出、あとはハルーとか、この次のガンダムの作品のダブルオーの続編の出てくる機体なんですけど、まあ、それらの、ちょっとスパロボでね、めちゃめちゃかっちょいい性能になってるから、好きみたいなところ。いや、多大にありますね。いや、これ多分スパロボアリオスとかで調べたら、あとハルートとかで調べたら出てくるのかな。まあ、そんな辺でいろいろ出てくるんじゃないかなんです。まあ、興味ない人は、見といてください。で、SS も溜まってるから、どうだろう、ベクトルウォールで SS ガンガン使ってったら、割と削りやすいと思うんだけどな。どうなんだろう。で、刹那の SS もちょっとじっくり見れるしね。だから、うわ、剣拾って、どうだろう。ベクトルウォールささっと拾う方がいいかな。こう拾って、はい。あ、刹那トランザムだけは使うのようですね。で、目もちゃんと一瞬ピカって光って、どうだろう。うお!いや、強っ!え、カウンターキラーあれもらってないよね。あ、そうね、レーザー食らってたからもらってないわ。強すぎやろ。いや、で、赤くなってるのもめちゃめちゃ再現。いや、でも正直、もうちょっと私、ガンダムのオタクの細かいこと言うんだったら、SS 使ってる時だけ、
この刹那の目金ピカにして欲しかったような気も正直ある。でダブルオーライザー当てます。あれトランザム使ってない時にこんな面玉なってたっけ。で最後は確かなってたような気がするけど、あれなってたっけ、ちょっと忘れちゃったな。あでも普通になこれあれだな、 SS 使うだけでめちゃめちゃに削れるな。壁際すぎるから1回しか殴れてないけど。でダブルオーライザー、これ使ってみた動画に見つけたけど、ここの2つの輪っかやるところがすごい原作再現っぽくていいですね。生で初めてダブルオーがオーライザーとドッキングした時に出てきた演出じゃなかったっけ。これ以降も出てきたっけ。で加速入れて、でもこれカウンターキラーもらってるから適当に横カンカンしていくだけで、一応超アップもあるから、うわ強っ強え。いやこれもこの削りだったら多分弱点あるとこだったら余裕で全部削り切れるでしょ。HP がだから次回ってくるまでに全ての敵の雑魚処理を終わらせといて、はい、どうこれいける、よし、とりあえず倒して1列に並べ終えました。どうだこれいけるか、 いやーこれ 4P だと配置が良くないかな。これでもう一回ダメか、攻撃力ワープがねえから攻撃力上がってねえ。でもこれ多分剣持ってるからここで一発横貫でよし倒した。で開幕 SS 使って、まあ、失敗してももう一発刹那トランザムできるから、いや余裕っすね。だからこれで削っていて、よし刹那トランザムだけは使うのようですね。いや弱点殴ったら余裕でいけるから、多分剣持って大暴れの方がいけんじゃね、これでも。はい、剣持っていや強すぎやろ、いや強すぎやろいや強すぎやろこれ。いやでもトランザムって自強化継続系みたいな感じの雰囲気私持ってたから、いやー第2弾来るときはクアンタトランザムで自強化継続のワンパンなんかユニコーンみたいな性能、いや来てほしいかな。で割合コーヒーがいいっす。はいお願いします、梅さんその話ご検討くださいということで終わります。ごきげんよう。ガンダムになりたい星6の